もう門出はですね、すごくこう自分のことを大事にしているんですけれども、周りの目も気にしちゃうようなタイプで、でもすごくこう中に持ってるものはすごく熱い人なので、すごくそのいろんな一面をちゃんと声に乗せられるようにっていうふうに意識して声を乗せました。オーランちゃんはすごく変なチョコな、なんか変てこなキャラクターなんですけど、その奥にある強い意志というか強さみたいなものが、まあ、見れば見るほど伝わってくるような役どころでもあったので、その吹き替えする際にもそれが伝わるといいなっていう思いでやらせていただきました。もう門出とオンタンっていうこの2人がもう絶対的親友同士っていうことなので、その2人にこうあのちゃんと一緒に並ぶんだったのですごくワクワクしましたし、お互いに音楽をやってるミュージシャン同士ってところもあって、なんかいろんな部分で共鳴できたらなと思っていました。ワンボーソンに会えるってありましたし、その生田さんの門出はめちゃくちゃ楽しみだなっていうところもあって、やっぱりアーティスト同士なので、それって多分この2人じゃないと生まれないものも絶対あると思ったので、それはどう出てくるのかとかがすごく楽しみです。